はい、どうもこんにちは。裏切りマンキーコングのフージです。そして後ろには西澤くんが寝てます。はい、今日も、撮りに来たんですけどね、動画を。また寝てますので、まあ、ちょっと今日ね、時間決まってるんで、バイトに行かなきゃいけないので、ちょっとまあこのままね、寝て起きてすぐですけども、ちょっとバイト頑張っていただこうと思いますので、はい、皆さん西澤くん応援してあげてください。いいですね。リールガンとガロンのみですね、今日は。いやー、この4つ。まあでもね、シューターですから。はいはいはい。なんかね、チャージャーとかがね、スクイックリン的なのがあったらちょっと大変ですけども、まあまあ、シューターですからね。慣れたもんですよ、きっとね。はいはいはい。おー、でもやっぱ朝だからね。あんまり集まり良くないですね。やっぱり朝バイトはきついですから。あ、来た。よし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 。じゃあ、ね、トゥントゥンチュチュン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 って曲流れたりしましょうか。うん。西さん、起きて。西さん、やるよ。ほら、バイト。バイトバイトして。なんでバイトすんの？バイトして。今からちょっともうこれ、はい、触ってるから、つけて、早く。うん。鮭のやつだから、鮭のやつ。ね、お願いします。きちー。うん。ここからね。はいよ、いけるよ。あ、リールガンね。エースリールガン。うん。目開かねえ。なに、泊まり込みのバイトとかこんな感じでしょ、いつも。住み込みのバイト。すごいな、お前。眉毛と目の間。すごい距離あるな、そこ。しかも、いきなりこれだから。いきなりこの、グリル。行ってグリル。グリル倒して。いや、もう早く取ってこれ。さあ、もうほら。気に入ったらみんな持ってっちゃった、ほら。これは、やっぱ、あんま迷惑かかんないようにね。みんなに。迷惑かかんないようにお願いします。あ、どうぞ。いいよ。うん。なんで止まんのね。じゃ、寝るな。おい。金いくらの前で。ダメだから、これレジ今。レジにいるので一緒だからね。寝ちゃダメよ、お客さん来てるから。あ、でもこれリールはいいんじゃないこれ。すごい。やりやすくないリールが。あ、いいじゃん、ほら。あ、なんか、みんな起きてますね、ちゃんと周りみんな。あ、いや、感情を表して。やられた感情。目が開かねえの。やられたーはないの、やられたーは。いいから。あー、ほら、小邪気をつけて、小邪気。あー、リール。結構むずいよな、この、倒すの。いいよ。いや、あ、降りて。やべえ。うん、取って。見えねえ。ギリギリで見てる。ギリギリで見てる状況だけど、いいよ、でもちょうどいい、動きはちょうどいいよ。危ない、うん。あ、でも小邪気来てるからね、小邪気。あ、もう悪くない。いいよ。あ、ノルマクリア。まずはノルマクリア。うん、OK。 3時間しか寝てないよ、こう。いや、まあ少ないけどさ、バイトってそういうもんだから、やっぱシフト守んないといけないから。あー、お前最後に。あー、OK。 いいじゃん、ウェイブ1クリア。いや、めっちゃ、カンカン当たってるからね、ヘッドホンに。あ、リールガン。L3 の方ね、短い方。ちなみにこのリールガンとガロンしかないから、今日。4つしかないから。あれ普通に、ああ、普通のサーモンでしょ。これ余裕よ。余裕。こんなんね、もう、そんなじっくり司令塔みたいに見なくない？サーモンなんて。そんな、ちょっとでもさ、カロリー少なく動かないでしょ。ああ、いいよ。ボム置けんならもういけるよ。ボム置けんならもういけるよ。このままちょっと、押しちゃって。いい。音を楽しまなくていいから。気をつけてよ、爆弾。爆弾気をつけて。ああ、いいね。いいよ。倒して。あら、みんな早いね、やっぱ。朝慣れてるね、全員。朝バイト組だね。西田一番朝早く、その仕事というか、バイトで一番朝早く集まったら何時ぐらいの朝早い。何朝この時間にみたいな。俺ちなみにもう家を5時半に出たことあるから、バイトで。いや、そのレベルじゃないの多分ある。あれ前乗り前乗りあるもん、ちょっと。前乗りでどっか行くのか。あ、でも、まさかこれ、余裕だった？寝起き。いや、これは余裕よ、うん、サーモンランは。全然いける？寝起きでも。みんなでもいい動き。対戦じゃないと動画にならないよ。いや、動画のこともう気にしないでもいいから。あ、でも、助けてあげてこれ。助けてあげて。
ネットで来てるし、もうでも、まあまあまあ、このウェイド、ウェイブ2はまだいい、まあ、ここまでやね、これだけじゃね、やばくね、あれちょっとおいって、生き残れよ、2個とも使っちゃったよ、おいおおクリアした、あぶねえ、いやめちゃめちゃギリじゃん、余裕とかしてたのに、こんなギリあるんだ、あぶねえ、あぶねえ、ガロンはいけるっしょ、96ガロン一時期使おうとしてたじゃん、ワンの時これはもう余裕じゃん、はい、余裕、まあまあ最後のウェーブはね、広いんだったらもう怖くないかな、俺は、いや今の超危なかった、ああいいね、お手の物、やっぱあれは怖くないね、鉄板は一番怖いのはやっぱヘビかな、ヘビ、消えて倒してあげて、ああいいね、うん、いい感じ、まあここまではいい感じ、こっから大物鮭が 3,4 人ぐらいこうなの重なった時がいっぱいやべえから、ああいいね、スムーズですね、14でしょ、うん14、あと6個、これ早くやんないとさっきの味方死んでたでしょ、結構最後やられてたね、ってことは、うん、今回もっときついんだよ、そうね、もっとやられるから、あでももうリーチよ、これで次の大物鮭でいける、さあ状態ですけども、さあこの雨降らしが嫌ですね、嫌どうすよこれ本当に、さあプレッサーも来てて、見てください、ああいよいよ壊して、あこれでいけるか、ノルマ達成、それまずノルマ達成はね、とりあえずは前提ですから、これノルマ達成は前提、あー危ない、あれやられてる、2人やられてるから、ああいよいよ、ノルマ達成はまず前提ですで、なおかつ生き残んなきゃいけないね、このゲーム、ああいよいよ、でも3人ってこれは助けてあげて、あの人助けてあげて、あーいいね、あらあと10秒だよ結構ギリじゃないね大丈夫、あーでもみんな生きてる、でどこ、はい、いける、あーお疲れ様でした、お疲れ、朝バイトお疲れ、いやよかった、寝起きでもいけるのが分かってよかった、これでボーボーじゃんボーボーじゃんひげボーボーよ、あ、すごいことになってますね、はい、おめでとうございます、朝寝起きサーモンは成功です、44個しか集まってないいやでも、もっと寝起きいたわ、もっと寝起きやっぱみんな朝早いからね、やっぱね、うん、というわけで、寝起きサーモンランしましたけど意外といけたね、うんいやでもなんか、もうこれ終わって寝ちゃダメだからね、ちなみに今このまま寝ちゃダメよ、なんで、いや動画撮んなきゃいけないから、待って、もっといっぱい、いや撮ればいいじゃん、え、ちなみになんで俺お前ん家来て俺一人撮るの好きじゃない、そんなここ別に、まあでもサーモンランはね、まだまだその対人戦じゃないから、ここら辺はまだいけますよね、はい、いやちょっと対戦やらせてくれよ、なんだよこれぬるいなお前はよ、ウェイブ2覚えてる、いやだから耐え切ったじゃねえか、耐えギリギリだわ、 0.2 秒差ぐらいだったわ、だから分かった、もうやっぱ対戦ね、対戦でも寝起きを所望すんなやめて、あ俺が求めるものじゃないそう寝起きで対戦したいはやめてほしいけど、まあ、とりあえずちょっとね取る時間やっぱ決まってますので起きてください、これからお願いします、はい、はい、というわけでまた次回お会いしましょう、さよなら。